いらっしゃいませ。何かお探しでしょうか。お子様おいくつですか。それでしたらここからこちらまでが80サイズになりますけれども、いかがでしょうか。お探ししますね。男の子ですか、女の子ですか。どちらでもない。プレゼントか何かでしょうか。失礼いたしました。でしたら男の子か女の子かっていうことが、男の子的な、男の子的な、この人へ何言ってるのかしら。それでしたらこちらはクリーム色になりますけれども、いかがいたしましょうか。80でできる。こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルにようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。リュウも元気です。耳がひっくり返ってるんですけれども、リュウくんは耳の中がとにかくよく蒸れるので、耳をこうやってひっくり返すようにしております。今日の動画のネタは視聴者様からいただきました。ありがとうございます。9月の個展でお人形を初めて作った球体関節人形を展示したんですけれども、そのお人形に着せるお洋服は既製のクリーム色というかオフホワイトのお洋服を買ってきて、それを染めて着せたみたいなところがあるんですけれども、そのお洋服を買いに行った時のエピソードを個展会場で来た方皆さん、お客様に私がお話ししてたんですよ。そして視聴者の方もたくさん来られたんですけども、皆さんにお話ししてたら、それは動画で絶対話すべきですっていうお声とか、この前コメントでも、私が独り占めしたらもったいないので、ぜひ動画で皆さんに話してくださいというようなありがたい感じのご意見いただいたので、この動画を撮影しております。私的にはどっちかって言ったらちょっと恥ずかしいような経験だったんですけれども、どこまで面白いかわからないけれども、よろしかったらお聞きくださいませ。ココアートチャンネルと言いますのも、先ほど言ったように自分で染めたいと思ってたので、赤ちゃんの雑貨を中心に置いてあるような、ちょっとそういういろいろな、こうなんていうのかな、セレクトショップ、赤ちゃん関連のグッズとか雑貨とか、ちょっとマザーズバッグとか、そういう子育て関連のちょっとセレクトショップみたいな、ちょっとおしゃれな感じのお店にお洋服を探しに行った時のお話なんですけれども、私お人形の服を探しに行ったんですけれども、お店の方はもちろんお人形だなんて思わないじゃないですか。誰もそんなこと思わないじゃないですか。そして私もお人形の服ですって最初に言えばよかったんですけれども、ついつい言いそびれて最後まで言えなかったという話なんですけれども、まず私がそのなるべくクリーム色の服はないかなっていう感じで店内を物色してたんですね。ココアートチャンネル、何かないかなみたいな、なるべくオフホワイトがいいんだけどな、これかなって言いながらこう見てたんですよ。そしたら割とちょっと綺麗めな、ちょっとお若い感じの店員さんが、いらっしゃいませ、何かお探しでしょうかっていう感じで、もうこう素敵な素晴らしい笑顔で対応してくれたんですよ。そして私はサイズももう決まってたので、80サイズでちょっとコートっぽいジャケットとおズボンが欲しいですっていう風な感じでお願いしたんですね。そしたらお店の方は、お子様おいくつですかって聞かれたんですよ。あ、まだまだなんです。まだ、わけがわからないわみたいな感じだったんですよ。別にお腹も出てないし、まだですっていうことはどういうことかなみたいな、もしかしたら年齢的に孫かなみたいな感じで、いろんなことを多分考えてらっしゃったと思うんですけれども、私もちょっとちんぷんかんぷんな返答になってきたなと思いつつも、もうなんかこう後に引けないようになって、あ、とにかく80サイズのそういう感じのありますか。それでしたらここからこちらまでが80サイズになりますけれども、いかがでしょうか。クリーム色とかオフホワイトでしたらこの辺がって感じで丁寧に接客していただいて、そしてその80サイズの棚の前でも店員さんが、お探ししますね、男の子ですか女の子ですか。どちらでもない感じなんですけど。どちらでもない。あ、プレゼントか何かでしょうか。プレゼントでもなく、私の子に着せたいなと思って。
失礼いたしましてでしたら、男の子か女の子かっていうことがっていう感じで聞かれたけど、どうしてもやっぱ言えなくて、人形なんですってどうしても言えなくて、なんか言ったらダメなのかなと、人間のものを売ってるし人形の服探してるっていうのがあって、言ったらダメなのかなと思って私も言えなくて、男の子的なって言ったんですよ。男の子的な。あ、そしたらだんだん店員さんの眼差しがなんか変な人を見る目でこんな感じだったんです。この人何言ってるのかしらみたいな感じだったんです。そしてさっきまでもう本当に満面の笑顔で接客してたんですけども、だんだん引きずった感じの笑顔になってきたんですね。店員さんが引きずった感じで、それでしたらこちらがクリーム色になりますけれどもいかがいたしましょうかみたいな感じになってきて、私もだんだん申し訳なくなったんですけど、なんか店員さんからしたら本当にわけわからないですよね。80サイズを探してるのにまだなんですとかで、店員さんはこれからでしたらこっちのベビー服の方がとかいろいろ勧めてくれるんですけれども、80でできるので、80でできるっていう、なんかもうだんだんちょっと店員さんにとか話がどんどん噛み合わないんですよ。私はもうなんか話をしたら、こう私的にはもうなんか自分の子供の感じでしょう、だから自分の産んだ作品だから自分の子供って感じだけども、本当の人間の子供じゃないから話が噛み合わないんです。どう頑張ってもだんだんおかしくなってきちゃって、こっちも80でできるって、その80で生まれてくる赤ちゃんなんているわけないじゃないですか。これとこれでじゃあお願いしますみたいな感じで、でもなるべくもう早く買って早く帰っていただきたいっていうのがもう全身からみなぎってる感じになってきて、すごく放送も早くてありがとうございましたみたいな感じで、なんかもう返されたみたいな感じなんです。なんかもういろんな人に話してるうちにだんだん私自身もわけわかんなくなっちゃったんですけども、もうちょっとなんかエピソードがあったような感じなんですけれども、なんかちょっと今動画にしたら急になんか吹っ飛んじゃって、なんかこんな感じになりました。申し訳ございません。ココアートチャンネル、不思議だなっていう感覚になったんですよ。赤ちゃんの服を見に行ってると、なんかちょっと自分に子供ができたんじゃないかなっていうような錯覚というか、なんか独特の幸せ感っていうのが疑似体験できました。赤ちゃんが生まれたりとか子供がいて、子供服をなんか探す瞬間とか、あ、これが似合うかな、あれが似合うかなっていう、お母さんのちょっと疑似体験ができたみたいな感じで、なんかちょっと幸せな気分になってたんですね。だからちょっとなんか言えなかったというか、見栄を張ったというか、そういうところもあると思うんですけれども、なんか私子供いないんです、人形なんですっていうことがどうしても言えなくて、もう完全にもう変な人になってて、私が帰った後で店員さんとして、なんか変な人が来たんだけど、なんか変な人だったよねってな感じで話になってるんじゃないかなみたいな感じで思うんだけれども、私あんまりそんな気にしないので、私自身はちょっと幸せな感じで買い物できたので良かったんですけれども、今度からはちゃんと人形の服ですっていう風な感じで買い物した方がいいかな的な感じで思ってるんですけれども、あの店には多分いけないかなみたいな感じです。なんか本当にネタ的に話してるけども、実話なので何もちょっと面白くなかったかもしれないんですけれども、いかがだったでしょうか。なんか尻滅裂で申し訳ありませんでした。こんな尻滅裂な動画なのに最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。ココアートチャンネル。